愛知県内のな旅が多い。見頃だ。最後の桜見に来とるんだろ。平成最後の桜。おお。まあ来週になったらほとんど散ってまうじゃろうな。赤倉になり始めたからな。困るな。昔の太鼓花見茶会までには。ああほら、いつだったか。来週か。来週の日曜日。あそこまでには、あそこまでは桜咲いててほしいなと。よし、行くんじゃん。一応。まあ、もう太鼓花見茶会。そうなんじゃ。何の花見茶会。私は、蘇った次の日に花見茶会。そうなんじゃ。そうで、ちょうどその時くまモンが来とってね、その催し物に。そうで体当たりされトラウマになり、そのうちくまモンがおると近づけなくなり、つい去年の何月頃か忘れたが、ラグビーの全国大会熊本でやる、でくまモンが応援をするというものがあって、それで一緒に動画なるものを撮って、そこでやっと和解した。懐かしい。だいぶかかったな。だいぶかかった。3年ぐらいかかった。3年越しか。3年越しか。そうだ、結構大変だったんだよ、あのクマ。あのクマ、あれじゃよ。あんたヒグマじゃ。ヒグマじゃない。ヒグマか。え、わからん。何グマある。嫌じゃな。また月のワグマぐらいじゃったらなんとかなりそうな気がする。確かに。わし、今思うと、今思えば、誰なのか知らないな。誰というか何の熊なの。あれ何熊じゃ。知っとる。聞いてみよう今度。わし熊もんしか持ってない名刺持ってるんだよ。どこやったか忘れたけど熊もんからしかもらえない名刺があった。それをもらって、でも一時期あのザワザワしてたな。熊もんなのか熊もんなのか。ああ両方らしいな。別にどっちでもいいやん。秀吉なのか秀吉なのか、その違いだ。どっちでもいい。どっちでもいい。トシイエかトシイエか。トシイエかトシイエ。トシイエ。今ちょっと家康殿みたいな時になってる。わしも今彷彿としたんで。私もちょっと今寄せていこうと思ったら本当になんかいい感じに寄せていったわ。全然喋ってないからさ、会ってないんじゃん。あ、まあ、俺だ。そう、会ってない。戦行ってないからちょっと久しぶりすぎて懐かしすぎてちょっと言いたくなっちゃう。いや、そう最近お互いな別のとこ行ったりして、あれじゃなかった。元気してる。あー、昨日おった。うん、元気だった。元気しとった。全然会ってない。こんだけ会わないのも珍しいぞ。グリズリグリズリクマモン。グリズリだったね。鼻がクマモンだよ。鼻がクマモン。赤かったよな、あの。違ったか。グリズリ。いやー、あ、信長さんだ。あ、いたのか、お前。はあ、秀吉の影が変わりとって、2が。おめでとうございます。わしのこと言うの400年前と変わらんです。わしの影が変わって。まね。わしは変わらんかもしれない。眩しいです。ずーずーそう、眩しい。わしの笑顔がなくなってしまうから、眩しすぎるとこうなってしまう。お主はしかめっ面してて見えたわしがしとるとどうしたくこれが太鼓になったものを待つどういうこと待つろって普通はな資金が向いて眩しくない方を譲るの自分が眩しくない方お前は眩しい方向いてろこれが太鼓の末路。末路って悪い。信長様を差し置いて太鼓になる。太鼓の太鼓の成りの果てだ。良くないですな。ああ良くない。良くないです。太鼓だった。何が太鼓。何が太鼓。太鼓って何じゃ。太鼓とはまあ関白色を持したものが位がないのはおかしいということ。まあ飾りの位ですね。太鼓。実質は特に天元は関白と一緒なんですが。関白色。上皇も同じような。上皇もそうで、ただ、まあ、今はかなり繊細なことになっている上皇な天皇上皇という言い方はあんまり
ちいち難しい話に持ってくな。いいではないか、我らの頃の話って言えば。そうですね。今の話は少し繊細だから、ちょっとまたさんが失言した風にする必要ないだろ。わしらの頃も情報はおったんじゃん。大丈夫ですか。元号、令和になったな。令和になりました。令和。これから令和じゃん。令和。令和。万葉集の。どういった季節か分かるか。春の歌。春の歌。春の歌。わし、おもてなしたい名古屋というレギュラー番組で春の歌を歌わされました。何の歌だったの。春のうららほうほうほう。隅田川。隅田川って言うんですか。それを歌ってくれるから。あと隅田川。何の歌だ。江戸の川だ。ああ、次郎三郎の。次郎三郎。次郎三郎。元気でしたか。次郎三郎？全然会ってないんです。知らん。え、会ってないです。え？本当なんか。結構クソな早いあれで。あの変わってくるんですか。大分3日前ぐらい、3日前ぐらいにわしが後ろに出陣で、あいつは遊んでた。名古屋城ツアーこうやっとく。遊びたい時期ですからな。イエス。あとはいえ自分の城の中はないし、遊びとるよ。なかなかあいつも遊ぶ時期がなかったことだよな。ずっと若い頃から働きすぎだったですな。神経を使う生活をしていましたな。息子に将軍職を譲った後に大御所としてかなり距離が長かった。それこそタイトル。まあタイトル要するに、まあ、タイトル、はい、名古屋城確かに面白いなって。時代企業これがあったからこそ幸せに亡くなったんだよね。いいやつ。気が緩んだように、気が緩んだ瞬間を今は結構なかったぐらいで、大阪の人に、その年だったか。16年って高橋。確かもう本当に早く死ぬ寸前まで戦だとか心残ってます。家康のらしいですね。全てが、まあ、一応終わって僕天ぷら食ってもらう。まあおまことに。でもわしそれで天ぷらは常に日頃食った。まあただその天ぷらの食いすぎで多分こう何か良くないものが溜まった。まあ、油上質な油ではないでね。言うても今みたいにあんな綺麗な油なんてないで。透き通った油だよな今。濁り切ったなんかいろんなもん混じったような油で、くっさいな。これ天ぷら食べやもんな。天ぷら食べたことないんですか。味噌しか知らない。いや味噌以外にも食べております。我が領地であるカニはホタルイカ、ホタルイカ、カニか、カニも食べました。カニ食べられれば十分だよ。なんでもあの昨日あのカラクリ小箱の番組にあの我が香川寿司がうまい、うん、寿司はうまいな。日本海側はうまいな。まあ、もちろんどこもうまいんじゃけど特に美味しいよ。何が残念っていうのはわしらの頃に寿司がなかった。でもええではなく現世によみがえず食べられる。よいぞ、美味しいぞ。何の寿司だ。まあ旬なものが一番美味しいんだけどな。そのこれだっていうのはないから。ただ現世なんじゃない。さゆり。さゆりも美味しいよ。ハモ、ハモ夏だ。しらしらす、カツオ、カツオ。やっとそろそろ戻ってくるぐらい。戻
戻りガツオ。現世の旬はだいぶ変わったかな。食べれる魚も増えた。あれやの、これマグロなんぞ。マグロは食えなかった。腐るのも早いですからな。腐るのも早いし、マグロ入ってこない。マグロを釣り上げる。釣り竿で引っかかったとしても相当長く格闘した上にやっと引き上がる。そうするとマグロは自分の発する熱で見分けを起こす。上がってる頃にはもうマグロがあのいわゆる加熱したような自分で開けてしまう、見分けする。だから短時間でマグロの負担なくうまく漁師が今考えてやっと美味しいマグロが釣る。これですな、現世の技術というのは。釣ったら今すぐこういうお前らはいつもこれができる。そんな贅沢しろ。寿司三昧、寿司三昧。あのものすごいですな、わざわざ値段釣り上げて一番高い値段で買う。あれは初競りの時に募集期としてはいわゆる、まあ、活性化させるために、まあ、縄文入ってすぐの鏡石のような少し見えよう。なんだ、どうした？せんべいを落としてこのまま捨てて置いておくものがおりました。ついたから拾っておりました。いやいやいただきましてございます。いやいや海外にはいわゆる海外にはまだ海賊というものがあるソマリア海賊な海賊いわゆる積み荷を狙った族がおるんだけども、その者たちに、その者たちは何でそこをするか、仕事がないゆえにマグロを取るっていう仕事があるよ。どんどん教えて海賊をマグロ漁師に転職させて海賊がどんどん減っていると。国際的にも寿司三昧の社長は注目されている。しかも自分らのところには良質なマグロが入っている。そう、うまい仕組みですな。海賊じゃから地元の海のことになるよりも知ってるからな。昔琵琶湖にも海賊おったんだ。積み荷を選ぶものがその海賊を雇ったのがわしだな。まかたにまさに寿司三昧の先が寿司三昧小田信長。琵琶湖にも積み荷を狙うものはたくさん。まあ、今はあんまり使われておらんのかな。まあ、北陸方面、東のものが京都の都に入るときは琵琶湖の船を使って京都方面に運搬するというのが一番のチャレンジというものかな。この積み荷を狙うというので私が滋賀の国を今のな近江の国を治めてからはその族を雇っていわゆる織田の手形を持っていないものは襲ってよしと。手形を持っている者は警護するように旗を立てるな。わしの目印になる旗を立っておる船は保護されるが、逆に旗も立てていないのに積み荷を乗せてどっかに運ぼうとする格好するやつはそこの琵琶湖の賊に襲われる。そういう仕組みだ。あれらしいですね、この日の本の海賊というのは異国からとてつもなく恐れられておったらしいですか。我らの頃当たり前であったがゆえにあまり違和感はありませんでした。あの異国から入ってくる船たちが日の本に入るときに、まあ、いわゆる和光というわしらを呼んどったんだけど、日の本の海賊近隣の海におったりとか和光の者たちが恐ろしゅうて恐ろしゅうていたんです。武装してわざわざ入ってくる。他の国じゃったらそんなに大した武装もなく船で入れるのに和光だけはいいし、中華ですら明の国ですら頭からよかった抱えてわざわざ日の本まで節度を下して和光をどうにかしてくれって人たちの。ありがとうございます。島国の力に。わしが死んだ後もあるぞ。わしの織田方の町に行って織田信長が死んだらしいぞ。このままだと明智勢が攻めてくる。お前ら逃げやる。船出してやるから船に乗ってみんな逃げるぞ。で義賊を装って船乗せて
全部街を空っぽにして後からゆっくりと残す。そういうものかわいそうに宣教師もやられたそうです。レイス・フロイスたちの書簡にも残ってる。特にやられたぞ。お前ら信長がおらんくなったから保護する者は誰もおらんと迫害されるぞと脅されて船に乗ったはいいけど飾り道具全部持ってかれます。ちゃっかりしてみましょう。その中にこいつがおったかも。おらんかったもんな。中国大返しで。いや、いました。いなかった。後から来たの。後から。ああ、この年上です。年上いなかったです。誰も見てないから。こいつやってた。僕らから見たと。言葉に結びますよ。私その時はきちんと北陸におりました。いや、わからない。きちんと。ノリキだから結構自由だから。いや。ちょうどその時は私はゴンドクに権六が言うかもしれない。そういえばいなかったな。いや、親父殿は誠に言いかねませんのゆえに。そういえば私は見てませんか。誠に言いかねませんの。親父殿はでも信用ならんですな。おい、親父殿は平気で嘘つきます。人の人家老を悪者にする。嘘は言いません。わしがいじってもいいけど、お前らはいじるな。親父殿は嘘は言いません。嘘、ただ抜け取るんですよ。だよ、だよ。ちょっとお茶目なところが、そんなところがいいんだ。あ、好きだと。都合がいいだろ。すごい、あんまり切れ者だと、ほら、ややこしいから。権六、ほら、行ってきやって言ったら、ははーっつって言って、結構な勢いで突っ込んでくる。そうですね、かかれしば。かかれしば。彼の裏にはそんなことは。それに相性がいいと思ってくっつけたな、こいつ。ちょうどいいや。喜んで突進するだろう。案の定、頑張って、突進した。この2人だからこそは戦果を取れたかもしれない。お前なんか面白いこと言った。たまには英語で言うんだな。こいつだって手取り側で突進ぶりが嫌になって帰ってきた。逃げましたからな。逃げましたからね。いや突進ばっかな。わしだって助言したんだよ。そう、聞かないから。聞かないな。いいとこでさ、この2人はそっくり親父殿と突進。だから大体その一番だ、一番っていうやつだ、大体そうだ。筆頭家老だとか一番なんとかだとか大体そうだ。偽物です。偽物ではない。名声さんはない。ちょっとずつ申しない。大事。そういうやつがいない。みんなこうなる。行けよってなる。大事。そういうやつがいるから、お前みたいなのも頑張るんし。持ちつ持たれつ。うちの政権下でもいましたね。ちょっとずつ申しの者たちが。そうだ、お前どこの福島だ、加藤だとか。あの辺がそうでした。戦国なんかもそうだよ。嘘7本や。そうだ、7本いい。1上げ7本。元活躍したやついたはずなの。いましたね。でもやはりな、自分の手下7人をこれからお前らの時代だと。それは大事、いい作戦でした。ただ、我が小田家にもいたから。小豆坂市長やりという大したことないやつ。いや、小豆坂が師匠やりはなかなかの部屋もなさって。その後聞いたか、話を。聞かないです。わしの叔父が入っとるけど、叔父とか。確かに、そんなに話は聞きませんが。そんなもんだ、師匠やり。であれば、わしの。だとしたら、秀吉の師匠やりはよく活躍した。小田家でも作りますか、師匠やり。桶狭間師匠やり。だったらお前は入んない。お前は義勇軍だ。違うからな、主教の数ならおそらく大概のものには負けん。お前はもうバカ七本や。筆頭だ。筆頭バカ七本や。筆頭永久欠番にしてる。そんな証拠いらないと思いました。いや、喜ぶ筆頭とか言ってるわ。ほら、
こういう響きですな、ヒント持ちつ持たれつ、あたさみなようなものもおると秀吉の山は活躍できる、どっちも必要と、そういうことだ。すまんな、権六よし、ではそろそろ大事に立つか。明日の出陣は誰だ。わしにございます。お前だけじゃない。わしの徳川殿と刑事。おお。そう、なんとか七本槍でもう一本がいるんだ。前田の二人が入ってる。あ、なんとか七本槍。おそらく次郎三郎はもう別、次元が違う。そういうわけだ。食ってはいけんいかん。聞いてみや、三河にもそういうものがおったか。明日。ああ、じゃあ聞いておきます。こういったマタさんのようなものと秀吉のようなものが三河におったかどうか、しかと聞くや。本田殿。いや、それは明日聞いてくれ。よし、では、南の滝だったまたお、さらばじゃ。10人トイロ。我が隊の強みでございます。